主人公のゲームって最近多いですよね。アイドルを目指しているシロとしてはちょっと憧れがあるんです。ということで今日はシロが主人公の恋愛シミュレーションゲーム風プレイ動画をお届けしたいと思います。皆さんは囚人となったシロに面会に来てくださいね。この設定でどんな感じの会話が皆さんと成立するのか挑戦してみたいと思います。いきまーす。ピンポンパンポーン。あなたは脱獄請負業を秘密裏に営む株式会社プリズンブレイクの社長です。今日のクライアントは脱獄させてもまた投獄されるを繰り返す最も不可解な囚人、名前はシロ。それでは今から彼女の脱獄を助けるべく面会に向かいましょう。直球ね。まあ変わったことといえばケンタッキーのフライドチキンにメープルシロップをたっぷりかけて警察の前で食べちゃったくらいかしら。高カロリーかける高カロリーって罪になるのね。知らなかったわ。いい質問ね。ええ、でもまあたまにね。そうそう、今回は瀬戸内レモンイカ店にマヨネーズをつけたことも罪状に入ってたわ。準備できたらすぐ連絡するわ。それは3度も脱獄してるしね。食いしん坊ってだけだと嬉しくない呼び方ね。まあぼちぼちと。ここを抜けた後のことは公園の白組に手配してもらってるわ。街に入るときは車を使う予定よ。検問が厄介だから警察の一部も買収済み。もう別に用とかじゃなくて顔見とこうと思っただけよ。それじゃ悪い？え？いないけど。そうよ。はあ？もし女の兄弟がいたら紹介しろって話？まあそんなに私のこと好きなんだ。そう。不自由のない無所なんてないわよ。別に好きじゃないって無所のことは。鈍感。はい、ということで囚人シロいかがでしたでしょうか。今回はね初めての試みなんですが、まあ、前回のAR 現実拡張拡張現実動画みたいにちょっと恋愛ゲーム風にしてみました。ご感想お待ちしております。もし好評だったら続きもやるよ。行ってみようかの。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。 PC や一部スマートフォンからご視聴の方は画面のこちらから、その他端末をご利用の方は画面の下にある登録ボタンをクリックしてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。